白雲の章、角弓の説、死神の噂。ファーガスの北から涼やかな空気が降り始めると、フォドラは実りの秋を迎える。女たちは黄金色の絨毯を刈り取り、男たちは角弓を手に野山を駆け巡る。女神のもたらす大地の豊穣を精一杯に享受するのである。あら先生、こんな遅くに何を？そうね、そんな夜は部屋にこもっていたくないの。だから夜風に当たりに来たわ。眠れないからといって夜更かしが過ぎるのは良くないわよ。まあ私自身もそうなのだけれど、あなたは外の空気が恋しくなったことはある？私はあるの。太陽の光に、自然の風に恋焦がれた。前に私の兄弟姉妹の話をしたことがあったわよね。彼らが一人としてまともな生を送れていないという話も。その兄弟姉妹も私も一時球場の地下で鎖につながれていたの。目的は私たちの体に強い紋章の力を与えるため。私はフレスベルグ家に伝わるセイロスの紋章を持っていたけれど、強力な大紋章ではなかったし、兄弟姉妹の多くは紋章を持っていなかった。ホドラを滑る無比の皇帝を生み出すべく、私たちは体を刻まれ作り変えられた。その唯一の成功例がこの私、エーデルガルト・フォン・フレスベルグ。そして私を作り出した代償に、残りの皆はその身を滅ぼしたわ。私が作り出される過程では無関係な多くの者の命も奪われていった。これが今のフレスベルグ家の、帝国の呪われた真実なのよ。私の力を見れば納得できるわ。今までは隠していたもう一つの紋章の力、それをあなたに明かしてあげる。あなたと同じ炎の紋章。この紋章を得たその時に私は誓ったの。私という存在のために犠牲になった家族と多くの見知らぬ人々のために、愚かしい犠牲を二度と生まないよう作る、そのための皇帝になると。すでに聞き及んでいると思いますが、セテスの妹フレンの行方が分かりません。今のところガルグ幕を出た形跡がないことだけは確認できています。私に行き先も告げぬまま、一人で勝手にどこかへ行くような子ではないんだ。大修道院の中をいくら探しても見つからず、騎士団を動員して町の捜索も開始している。最近は物騒な噂も飛び交っていてな、まさかとは思うが。このところ夜な夜な町を徘徊して人を襲う者がいるという噂があるのです。騎士団の調査では遺体が見つかるなどといったことは起こっていませんが。死神騎士がその鎌で命を借りに来るなどと騒ぎ立てる者も出ている。そんな奴にかどわかされたのだとしたら無事では済むまい。ああフレン。セテス、
焦燥は徒労の友と言います。冷静に努めなさい。あなたの大切な妹は私にとってもかけがえのない家族のようなもの。全身全霊を尽くし必ずや見つけ出します。今節の課題は不連捜索への協力とします。町は騎士団が担当しますので、あなた方は大修道院内の捜索に注力してください。時は一刻を争います。頼みましたよ。フレン殿が消えたと、それは穏やかではありませんな。ただの迷子ではなさそうね。同じ修道院に身を置く者として協力は惜しまないわ。つまり今節は人探しが課題ということか。ならば誰よりも早く見つけ出さねばな。フレンさん無事なんでしょうか。もしかしたらもうベルちゃん、滅多なこと口にしちゃダメ。セテスさんが聞いたら卒倒するわよ。彼女は紋章持ちだと聞いたことあるよ。ああ、だからどうって話じゃないけど。まずは情報の収集から始めましょう。フレンドの見た者がいるかもしれません。そうね、みんなで協力して必ずフレンを見つけ出しましょう。時間空けるできました。よろしく願います。先生、素晴らしき香りです。私この茶好む、激しくです。感謝です。美味です。はい、用意です。何ですか？何ですか？はい。このあと勉学、鍛錬、課題、実践、私やること山積しています。やはり文様気になります。全身見ますか？です。私見られる慣れています。どうぞ観察自由です。何ですか？私好みます。嬉しく思います。地層感謝します。いつでも呼ぶ、嬉しいです。先生待ちます。